ホルヘ・フランコ、2014年のマドリード・ブック・フェアにて、手に持っているのは、同年の作品、外の世界。ホルヘ・フライ・コラモスは、コロンビアの小説家。代表作は1999年に出版された、ロサリオのハサミで、映画化とドラマ化がなされている。ホルヘ・フライ・コラモスは、オルガ・ステラ・ラモスとウンベルト・フランコの息子として、コロンビアのメデジンで生まれた。フランコは、 三人の姉妹に囲まれて育った。彼女たちは私を無視し、私が見えないかのように扱っていた。遠ざけてられていると感じた。だから私は部屋に閉じこもり、読書をするかテレビを見るしかなかった。そのような女性の世界に慣れていった。またフランコは、自らの老い立ちについてこう述べている。私の家ではあまり本は読まれていませんでした。 しかし母は読書の普及活動を行う団体の会員でした。私の誕生日にベルネ、ステベンソン、サルガニの青少年文学全集を私にくれたのを覚えています。その後、イギリス人作家のイーニット・ブライトンと出会いました。彼女はロスシンコという多くの冒険小説を出版し、僕は全ての全集を持っていました。13歳の時に、 祖父のアントニオの影響で、シェイクスピアを読みました。祖父がプレゼントしてくれたロミオとジュリエットをね、その愛の物語に心を引きつけられたんです。本を読む時はいつも映画として想像していました。だから映画やテレビを作ることを夢見ていました。書くことなんて考えていなかったです。ホルヘ・フランコ、青春時代は母方の祖父のベンジャミンと週末を過ごしたり、 彼の隣で絵を描いたりするのが好きだった。祖父は暇があれば風景や生物画の水彩画を描いた。私は祖父から絵を教わった。学校でははっきりした進路を考えていなかったので芸術の道に進む代わりに親友らと同じように生産工学の道に進んだ。フランコは前期はひどいものでした。後期は再履修ばかり。その後3年間、 広告を学んだが僕に向いている業界じゃないとわかりました。ロンドンに友達がいて向こうでは映画を学べると教えてくれました。僕にとっては重大な発見だったからロンドンに行くことを決めたんです。でもそれを実行するのに長い時間をかかりました。と話す。なぜなら彼が精神分析にはまったことでイギリスへの旅を後回しにしていたからだ。その精神分析が 人生の中で大きく薬率だったと確信を持って言っている。約5年の間、週に1、2回医者へ行っていました。精神分析は自分を発見し、自分の中の多くの幻影を殺したり、世の中に立ち向かうための武器を見つけたりする手助けをしてくれました。精神分析医から忠告や薬が欲しかったが、でも何ももらえませんでした。 私に何かアドバイスしてくれることは珍しかったので、自分自身で解決策を見つけるしかなかったのです。ロンドンフィルムスクールで映画を、ボゴタのハベリアナ大学で文学を学んだが、いずれも卒業には至らなかった。1991年に執筆活動を開始した。あと、1996年に短編集、いまいましい恋で、ペドロ・ゴメス・バルゲラマ文学コンクールを優勝。 1997年に小説、嫌な夜で第14回、ペレーラ氏小説コンクールを優勝した。小説の2作目となる、ロサリオのハサミは1999年に出版2000年にダシル・ハメット国際小説賞を受賞した。メキシコの映像作家、エミリオ・マイレーは2005年にそれを映画化した。また2010年には、RCN テレビが小説をもとに、 同名のテレノベラを制作、マリア・フェルナンダ・ジェペスが主演を務めた。3作目のパライソ・トラベルはコロンビアの映画監督、シモン・ブランドの手で映画化された。映画は2008年1月に公開され、コロンビアの歌手・フォンセカが映画の音楽を指導した。4作目のメロドラマは舞台化された。2014年3月、フランコは外の世界で、 第17回国際アルファグアラ賞を受賞し、彼の成功は揺るぎないものとなった。ガブリエル・ガルシア・マルケスはフランコについて、私が松明を渡したい、コロンビア作家の一人であると述べた。フランコは物語や記事を国内外の雑誌に発表した。そしてガブリエル・ガルシア・マルケスのどのように物語は語られるかというセミナーに指導者として誘われた。それは、 キューバのサンアントニオ・デロス・バーニオスの国際映画テレビ学校で行われた。ボゴタに住むフランコは2014年のインタビューで、自らの日課について、このように語った。毎朝、メールに返信し、何か運動をする。午後2時に、街の丘にある小さいアパートに着く。そして、執筆する。もしすべてうまくいき、雑音が入らなければ5時間働く。 夜は8歳の娘のバレリアのための時間です。バレリアはカシータでニコラス養護施設から迎えた養子である。子供が選んだ物語を読むため毎日時間をとっている。ありがとうございます。